はい、工房節の永田です。くさびと書いて節と呼びます。はい、今回はもう画像に映っている通り野原工芸さんのねところにちょっと行ってきましたので、買ってきた作品を紹介していきたいと思います。野原工芸さんはですね、まあ本当僕が木工をやる時からまあ当然知っていて、まあ何度も何度もお伺いをさせていただいて、まあ今の社長並びに会長とも、はい、すごく仲良くさせてやっていただいております。まあそうですね、まあ木工家というのか、まあ野原工芸さんはまあ一応木地師ということなんですけども、まあ同じ木を扱う分野、そしてね文具を作っているということで、まあそれでもねすごく工房節私と仲良くしていただいてね、本当にありがとうございます。そして今年野原工芸さん本当に100周年ということでね、おめでとうございます。はい、まあまあ僕はまだまだ1代目ということで、まあ2代目はいるかどうか分かりませんけど、まあ野原さんのようにね長く続けれるように自分も努力していきたいなというふうには考えております。はい、というわけで作品紹介の方いきましょうか。はい、まあノートですね、今年まあその100周年のプレミアムノート、方眼ですね、中は。はい、5ミリ方眼ですね。はい、ツバメノートさんのやつ。はい。うん。ですね。のこぎりがいいっす。普通の方はね、多分このノコギリ見たことないと思いますし、使ったこともないと思います。僕も使ったことはないっすね。見るのはすごく僕は見ます。うん、いろんなとこでね。はい。重いっすよ。はい。ちなみにこのデザインになっているこの子、野原工芸さんのね、お店の方に、店舗の方にね、行かれると、この子飾ってありますので、もしよろしければ実物のね、大きさ見てください。はい。で、まず一つ目、茶筒。もう欅って書いてあるのでね。はい、欅ですね。茶筒。はい。まあ、昨日ちょっと帰ってきて、夜帰ってきてね、開けさせていただいたんですけど。よいしょ。はい。今回、漆塗りのね、欅の茶筒。小さいやつですね。小さいので、うん。はい。100g 入るぐらいのやつですね。はい。これは、今の会長ですね。はい。社長のお父さん。いわゆる僕がね、本当にやり始めた時に、お伺いしてね、いろいろお話を聞かせていただいた会長。まあ、もちろん会長もお元気でやってらっしゃるので、はい。もう、やっぱすごいです。これはまあ小さいのでね、僕でもって言ったらあれなんですけど、まあ、これぐらい、の大きさのものは僕もね何回かやったことあってできるんですけど、一番でかいやつ、これの台ですね。あれは難しいっすよ。うん、めちゃくちゃ難しいっす。深くなればなるほどもう難しいです。精度も含めてね。そうで、まあ漆のものとその生地のものとかいろいろあるんですけども、わかります？の精度ね、すごいいいんですよ。ここの精度ってすごく大切なんですけど、この蓋を取るね、この感覚。まあ漆の方はそんなにやっぱり動かないので年間通して安定的なんですけども、生地の方はやっぱりこの冬は乾燥してるのでスポスポで、まあ梅雨とかね、ほんと6月7月とかの時、湿気吸ってる時はねちょっと固めになっちゃうっていうのはね仕方がないですけど、まあ、その辺を年間通してねちゃんとできるようにしてるっていうその精度ね、なかなか難しいです。
グズグズにしてね、こうやったらもうパターンって落ちちゃうっていう風だったら全然余裕なんですけどね。あのこうやって開ける時のこの抵抗感ね、うん、あるんですよちゃんと。うん、チャズいいっすよ。そうそう、チャズ1個欲しかった。まあ、他の作家さんのやつもチャズ僕は、まあ、いくつか持ってるんですけど、とうとう手に入れました野原工芸さんのチャズでございます。はい、よいしょ。はい、ペンに行く前にあれですね、めっちゃ時間かかっちゃってますね。はい、で今回買った野原工芸さんのやつは2本買いました。はい、粉がある、あれ珍しいですねって思う人、その通りです。今回は粉があるということはね、何かというと、もうここで今ね、分かります、香ります、香らないですよね、めっちゃ香ってるんですよ。はい、香木の一種となりますパロサントっていう木になりますね。緑の、僕もたまに作るんですけどパロサントあるんですけど、緑檀って言われるやつですね。リグナムマイタと、まあ、種類が一緒、まあ、生えてるところ、ほんのちょっとだけ違うんですけども、あの緑檀とは違います。で、その香木のパロサントと、あの緑檀のパロサントは全く別物です。こういう色です、香木はね。確かに緑のパロサントもね、油分が強くて、すごい香りしますが、あれは香木ではございません。すごく勘違いされる方が多いので、カタカナで書いちゃうと同じパロサントになっちゃいますのでね、はい、勘違いされる方がいらっしゃるんですけど、香木ではございません。香木のパロサントはこういう黄色くってものすごい甘い匂いします。はい、ちょっと見ていきましょうか。はい、切り箱パコン、はーい、出ました。今回はね、やっと買いたかった買いたかったね、もうロータリー、いわゆる回転式のボールペンとなります。はい、もちろんね、せっかく行ったんでね、買っちゃいますよ。限定かなく、ハンモンクジャク色ですね。はい、こういう、そう、ブラックも確かに渋いんですけどね、こういうのもやっぱいいですよね。はい、そう、これから、そうですね、僕イベントで使う用はこの子になっていきますね。まあもともとね、はい、昨年買ったやつもう丸1年間使ってきましたね。はい、このマーブルート、はい、これも限定色、限定職で限定金具ですね。はい、だったんですけど、まあこの子はちょっと事務所に引っ込んで、よいしょ、で今後ちょっとイベントではこの子を使おうかなと思います。はい、でね、僕は普段使いからもそうなんですけど、自分のペンはほとんど使わないんですよね。そのもちろんゼロということはないんですけども、もちろんその当然ね、あの営業、まあお仕事としてね、自分のものを売り込みに行くときは使うことはあるんですが、まあ販売のときは本当に使わないですね。人に見せたりとか、普段使っているというのはほとんどメーカーさんのものです。でもちろん木軸も大好きですので、まあ野原工芸さんに限らず僕は何本か持っております。うん、まあ、本当半分コレクターみたいなもんですね。うん、万年筆も含めてね、はい、いろんなところのを使う。でそうすることによってね、まあいろんなものを使うといろいろ感じることがあるんですよね。うん、まあそうするとね、自分の作品作りにね、またその感じたことをね、活かせれるんじゃないかと。っていう考え方っていうのが一つ。あとは単純に他の
作る方のやつが好きです。あの作家さんが作るやつが大好きなんですよね僕。うん、まあ、それは自分が作り手であるっていうのも含めてなんだと思うんですけども、うん、もういっぱい読んでます。うん、そのペンとかに限らずです。はい、もう食器類ですね。コップマニアなのでめっちゃコップ持ってますよ。うん、コップはもう買うの禁止令が出るぐらい持ってます。はい、コップとかね、お皿もそうですし、いろんなもの持ってますね。もちろん使えないものも、はい、飾っとくだけのものっていうのも買いますし、基本的に使うものが多いですかね。うん、はい、というわけで、またもしよろしければね、見てもらう野原さんのね、こちらの方のロータリータイプのパロサント香りもね、しばらくずっとしてると思いますので、はい、まあイベントに来てね、忙しくない時、うん、に声かけていただければ、皆さんにこちらお見せしますので、よろしければお声かけてください。ここにしまう必要はないんですけどね、はい、まあ、ひとまずしまっておこうかなと。そして最後もう一本買っていたやつですね。はい、こちら、はい、ここ、そうです、まあ、よいしょ、わびさびです。わびさびですね。そう、この色もね、ちょっとね、気になってたので欲しかったんですよね。うん、そう、木に青ってどうなんだろうっていうのがすごい疑問に思ってて、まあ写真では、うん、綺麗だなと思ってたんですけど、実物どうなんだろうってすごい疑問だったんですよね。うん、まあそれと、まあ当然ここが気になりますよね、何なのか。うん、まあ、そういうのも含めてね、はい、斑紋ガス青銅色ということですね。はい、いいっすよね。はい、シャーペンです。ボールペンの方が本当に良かったんですけどね。まあいろいろありましてですわ。はい、シャーペンね、シャーペンも野原さんです、何本目4本目5本目っていうぐらいになりましたけど、うん、ちょっと重ためなんですけども、はい、いいっすね。そう、ブライヤーです。はい、いやー、うっとりしますよね。うん、まあ、ちょっとちょこちょこ、なかなか事務所ではあまりシャーペンを使う機会がないので、またねシャーペン、まあ、使える時にちょっと使っていこうかなと思います。やっぱりちょっとブライヤーの経年変化も楽しみたいですし、はい、そうですね。うん、いやー、まあ半分コレクションになっておりますけども、はい、でもみんな、そう、みうん、そうですね、まあ、もう当然使うために買う方もいっぱいいらっしゃいますし、うん、1本あるともう1本もう1本ってどん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 ね、ちょこちょこ期間ごとにね買いながら、春夏秋冬で買える人もいらっしゃいますし、何かのねテスト、学生さんだったらねテストごととかね、いろいろと、うん、使い方ってあると思うんですけど、まあコレクションですよね。うん、僕もトレーニングを上に置いてね、はい、飾っ、半分じゃないですね、5分の4ぐらい飾ってるっていう感じでございますが、はい、というわけで今回は、はい、この2本購入してきました。野原こげさんね、やっぱいいです。はい、まあいろいろちょっとお話をしてきました。はい、でまあ作家さん、木軸作家さん、木軸作家さん、まあ本当に増えてきました。はい、僕はまだね、お会いできてない方々もいっぱいいらっしゃるんですが、なかなかちょっとね、お会いできる、うん、作品だけを買うってことはね、
ネット販売とか含めてあるかと思うんですけど、できれば僕は作家さんに会ってお話ししながらやっぱりペン選びたいなと思っております。またいろんな方ね、今まで会ってない方々に一度ねまたお会いしたいなというふうにも考えております。はい、まあ、どっちかというと僕もコレクターですので、はい、また今後もね木軸ペン収集も含め、まあいろんな方のやつを僕は使っていきたいなと思います。また買いましたらね、はい、そういう機会がありましたらこのように紹介していきたいと思います。またよろしくお願いいたします。